souvenirs. いいでしょ、ポジション切り替え。さあボールはディバラへ。いいですね、ディバラへ。ディバラスター、勝ち越し、フラメンゴ。もう一度スローインです。これはカット、厳しくチェックします。審判流しました。ディバラが受ける、チャンス来た、どうだこのシュート。フェイントを入れてからシュートという得点でした。相手を揺さぶってできたコースにしっかりと打ってきましたよね。良かなシュートでしたね。さあフラメンゴ、得点を重ね2対0という展開。フラメンゴとしては大きな1点になりましたよね、はい、2-0 になったことでゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、手応えも感じていると思いますけどね。シュートー。では後半見ていきましょう。後半だ、シュート、決まった、追加点、フラメンゴ。ディバラ、ディバラ絶好の位置で受ける、シュートまで行けるか、シュート、すでにアシストを記録しています。ディバラへ、ディバラ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 、フェイントを入れましたが抜けません。バリオスからムリエル、いけるか、ディバラ、守備陣クリアの対応です。オバメアン、ムリエル、いや展開早くなってましたね。柔らかいパス、さあディバラ、シュート、おお、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れをつかんだ感じですよね。もう1点いけますかね。さあディバラ、ディバラ、森田から左へ、さあカウンターのチャンスになります。このボールはつながりません。引き上がってきますよ、ディバラが受ける、ディバラドリブルで上がる、フラメンゴ、ここでファウルをもらいます。注意に終わりました。危ない状況でしたからね、あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。これはいい位置です。直接狙える距離ではないでしょうか。この試合初めてです。1本目どう蹴ってくるか楽しみですよね。素晴らしいキック、このボールをインターセプト、ムリエル、さあチャンス、シュート、大きなクリアでここはしのぎます。抜けてくる、ディバラ、どんなルーを締めている。でお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。フラメンゴが見事、北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。フラメンゴとしては見事な試合運びでしたよね。昇格がかかった状況でメンタル的にも難しかったと思うんですけどもね、チームとしての強さを見せましたよね。そうですね、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。
解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。フラメンゴは強敵の待つ次の戦いへと進みます。しっかり出していましたよね。目を見張る場面なんかもいくつかありましたから、引き分けとはいえ見応えのある試合内容でしたよね。そうですね。さあ、放送時間もなくなってまいりました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。1対1の引き分けで試合を終えています。いいですよ、ポジション切り替え。さあ、ボールはディバラへ。いいですね。ディバラへ。ディバラ来た、勝ち越し、フラメンゴ。試合を